祝入学式、第32期。どっから入学したんだ、あれか。こっから入っての入学式か。もっとこうアーチとかやればいいのにね。あ、こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。おめでとう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 。 KK さん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。エイトボールの駅だったらどこでもできると思います。エイトボールの駅のエイトボール置くところがあるじゃないですか。そのゴールのところでイカ状態になると色が少し変わります。長文失礼します。採用お願いします。 OK、 ありがとうございます。ということなのでちょっと行ってみましょうか。どこがあるかな。あ、ちょうどあったわ。 C の09エイトボール打って走ってスイッチオン、なるはや駅、行ってみましょう。ブラスターね。とりあえずゴール地点に行きゃいいのか。オッケー。行きますね。はい。この最終チェックポイントの裏には、はい、いくらがあります。最近ね、紹介しましたね。よし、行こう。行っといて。チャリ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 、俺早すぎたかな。あれ、エイトボールあそこ止まっとる。ははっ、ちょ、スタートしてないのか。ははっ、そう、戻るか。あ、戻らんでいいんか。あそこにイカになればよかった。あららららクリアせんでもいいんだった。ちょ、オッケー。でイカリング、よーし。でここに入るとイカ、イカ状態、タコ状態で入ると色が変わる。うん、イカ状態じゃない方がめちゃめちゃ変わりますね。まあ上からライトが照らされてるんでそこの影響かなと思います。 OK、 よし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 、クリアしようか。ヘイ、オーケー、ウィー、じゃじゃん。超ボタンさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。ヒーローモードの2のステージでスポンジをでかくしないでイカ状態で乗るとてんてんてん、やってみてね。オッケー、やってみよう。2はどこだ。はい、到着、行ってみましょう。スポンジなんかどっかあったっけな。あった。これに、じゃあ、スポンジを塗らずに乗る。何？あー、わかった。潜れませんよってことかな。あとこう、デロンってなるよみたいな。デロン。ほら。デロン。あとは、やっぱりインクがないので、潜れませんよっていうことだと思うよね。あ、じゃあそうか、敵のインクに染まって痛い。待てよ、一回緑で塗る、で敵のインクでちっちゃくなる、一番ちっちゃくなった時に潜れるかどうか。これ一番ちっちゃいね。あ、潜れる。ちょっと待って、これどっちかを黄色いままにしたいな。ということなので、こっちを、え？なんだ？なんででかくなった？あ、これ二つ繋がってんだ。ここで繋がっとる。そういうことか。繋がってますわ。で、このスポンジを大事にしよう。はい、できました。同じ大きさのスポンジなんですけれども、やっぱり緑に染まってる方はちょっとでかいな、でかくなってんだ。ミスったな。あれなんですけど、黄色いままだとやっぱり潜れない。
で、敵のインクが当たっても紫にはならなかったね。お、これかな、逆にプル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 、これか、こっちかな。すげえプルプルしてるな。多分これだな。はい、イカ状態になるとプル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 ってなります。 OK。 あと副産物としてね、同じ大きさでも黄色いやつは潜れませんと。ちょっと出んにいけんね、これ。ブル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 、これだな。OK。 ジャイアントのぼりガツオくんじゃ。このチャンネルではですね、こういう感じで皆様からいただいた依頼を調べていきます。その結果ね、答えにたどり着いたりたどり着かなかったりするんですけれども、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録をね、お願いします。まだまだね、動画がたくさんあって、このネタ動画400本以上超えておりますので、ぜひお願いします。さあ、続いていってみましょう。じゃじゃん。N ゲームズ 3.0 さん、ありがとうございます。R 首相、質問です。武器って基本的にインクタンクと繋がってないじゃないですか。でもどうやって武器にインクを送っているのですか？教えてください。採用お願いいたします。これはね、簡単ですね。ほら。イカちゃん、タコちゃんは実はこう、インクの中に潜れるんで、インクと繋がってるわけですね。なんで、このタンクから背中を通って、手から来て、で、そこにインクを注入してるっていう感じなんですね。なので、もう体全体がホースみたいな構造になってると思っていただければありがたいです。ちなみに N ゲームズ 3.0 さんは僕のことを勝手に師匠って呼んでいる状態です。まあ別に呼んでもらっても構いませんが、弟子を取ったわけじゃないので、あしからず。弟子ね。弟子ね。弟子。弟子なんだろうな。オッケー。まあ、師匠って言われるのはね、悪くないね。オッケー。じゃじゃん。シアさん、ありがとうございます。R さん質問です。R さんのおすすめ、ローラーとシューター教えてください。それか、長距離射程の武器に対してのシューター、かっこもしくは他武器の、コツを教えてください。いませませ。なるほど。ケイテさん、アルさんはかっこいいっていうよりかわいいと思う。だってドジだし語彙力がない。私はアルさんがかわいく面白いのでチャンネル登録しました。あざます。かわいい要素があったのか俺に。かっこいい要素もあるかどうかは疑わしいものなんですけれども、そうだね、適当要素はいっぱいあるなと思ってるんですけど、あざます。ちなみに僕のおすすめシューターは今装備している NZAP85ですね。やっぱね、動きが速いといいよね。で、塗りもできるし、吸盤も投げれる。で、インクアーマーでみんなをね、ちょっとね、バフをかけれるみたいなね、感じのとこもあるんで、すごい使いやすい武器だと思ってます。最近使ってないけどね、使いたいんですよ。そういう感じですね。OK。で、人足とかイカ足が乗りやすいという噂のね、まあ、軽量武器なんで、で、戦ってる最中にこう、潜ったりして、相手を拡乱させて、やるってね、ことができるんじゃないでしょうか。ちなみにローラーは僕、ヒーローローラー、スプラローラーか、の辺しか使ってないんで、まあ、おすすめっちゃおすすめにはなるんですけど、これしか知らないというね。よくバリアブルローラーにやられるんで、最近ちょっと使ってみようかなと思ってるところではあるんですが、これがおすすめです。OK。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひともよろしくお願いします。またまたね、1日100人ペースで増えていったりと、ありがたいですよね。ありがたいですよね。まあ、連携だったしね。あとね、最近マリオ64始めたんですけど、まあ、記憶が全然ないね。まあ、友達ん家で見よっただけだけ、あれなんですけど、まずセーブの仕方がわからんかった。セーブはね、スーパースターを取ったらできるらしいんで、今のゲームみたいにいつでもどこでも、しかもオートセーブでもないんで、そこ忘れずにやっていこうと思います。多分ね、ライブでたまにピヨーンってやるようになると思うんで、チャンネル登録していただいてる方は、ベルマークのね、通知をクリックして、まあ、いつでも通知をオンにしとってくれたら、ありがたいなと思います。
じゃあねー、バイバーイ。また見てやってください。マシ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 。